はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントデスクです。よろしくお願いしま す。はい、ということで今日はですね、はい、僕のスペシャル企画をやっていこうと思います。エス君持ち込み企画です。はい、その名もですね、はい、初心者の書いた年賀状を絵師6人がリメイクのリメイクのリメイクのリメイクしたら噛んでる最強の年賀状が完成する説検証してみたという動画です。おー、まあ1月ですのでね、はい、年賀状企画ということですね、うん、はい。S 君がもともと描いたイラストを、まあ、どんどん絵師が、まあ、絵師っていううちのチャンネルで言うくくりが、どこまで絵師というかわかんないけど、まあ、絵描く人はもちろん絵師だから。絵描く人はもう絵師というくくりなんだ、ね。そう、もう絵描く人イコール絵師だから、はい、絵師が6人がどんどんリメイクしていったら、うん、最後にはすごい年賀状が完成するんじゃないかと。なるほどね。いうこと、なるほどね。だって S 君の持ち込み企画でしょ。はいはいはい。なるほどね、じゃないよ。はい、そうなんです、そうなんですよ。そういうことね。そうなんです。最強の年賀状が完成するんです。はい、ということで、ことをやってみたという企画ですね。ではじゃあ早速ちょっと最初のイラスト見せてください。最初はまあこれね、僕が描いたイラストね。え、マジ？一応牛年だから、うん、まあ、牛をイメージして牛、まあ、そう、明けましておめでとうって一応年賀状だから、まあいろいろ見せてあげるっていう、あ、ちょっとこれから見る人たちに面白いこと言ってもいい？うん、全く別物になってます。マジで？どこでどうなったか分かんないけど、私が最後アンカー担当してるでしょ、うん、先に言っとく、こんなものじゃない、原型整えてないよマジか、俺は結構これだった、ね、少しだけ残ってる要素もありますけど、うん、あ、なるほどね、これが最初の S 君だったんだ。結構カラフルだったね。いや、めちゃくちゃカラフルにしたんだよ。え、ちょっとさ、牛の目やばくない？ちょっとリアル目に描いたんですよ。え、これちょっと眉毛あんの？そう、リアル目にね。なるほど、じゃあまあこれが一番最初のスタートということで、これがどんだけ良くなるかということですね。そうですね。じゃあ早速2人目の絵師のイラスト見ていきたいと思います。はい、え、2人目の絵師はちなみに誰でしょうか？2人目の絵師は、はい、まあ、一応絵師と言っても、はいはい、まあ、プロって言ってないからそうそうそう、ということで先生のお母さんでなります。私のお母さん、はい、私のお母さん入れたの、はい、なるほど、はい、あの少ないんでちょっと巷では S 君よりもやばいかもしれないという噂の、そうですね、噂の、うん、なるほど、こちらになりました。おー、あ、でもなんかね、うん、違うんだよ、なんか人がね増えちゃってんのよ。人、あ、なるほどね、人なの人棒人間がまあでもほぼほぼ俺のやつとは変わってない、ね、色が違う、色が変わって、うん、でなんかあと人間が増えたんだよ。なんだろう、なんかやっぱり S 君と通じるものがあるのかなかなか S 君ね、まあ、忠実に模写してるね。 S 君のよりもこじんまりしちゃったね、サイズが。あ、ちっちゃくなった。なんか S 君のおめでとうとかに対してこうちっちゃくなってる。あ、なんかあのどきつい目が少し柔らかくなったね、うん、なんか色がでもなんかちょっとさ、そうだね、なんかほっぺとかもなんか赤とかになってるし、うん、なんかこう、まあお母さんが使うよう な、うん、なんかおばさんチックの色になったね。ちょっと落ち着いちゃったんだよ、ね、なるほどね、まあちょっと私の母がここでじゃあちょっと2人目の絵師だったという、そう、絵師だったから、はい、はいはいはい、ということでじゃあ次の絵師の紹介に行きたいと思います、はい、じゃあ次のイラストお願いします。はい、で3人目の絵師は、はいはい、ちょっとレベルアップして、おマルシアが、ちょっとところじゃないよ、マルシアに失礼、ちょっとどころじゃないね、これは。マルシアが、プロ絵師じゃん、うん。マルシアが担当してくれたわけですよ。え、待って待って、これまたこれでさ、原型とどめてない。なるほど、ね。新しく変わっちゃったよね。なるほどね。年賀状っぽくなってしまった。なるほど。年賀状っぽくなってしまったって年賀状だから、ね。なるほど。私のお母さんが背中にね、こう一人ジャンプ棒人間みたいなしてたのを、そうそう、いい感じにお姉さんとしてまとめてくれたんだね。マルシアちゃんと忠実に再現してくれたわけです。で、ちゃんとおめでとうの文字も残ってるし、牛がなんかリアルになったね、そうそう、一回。そう、リアルに。ここで一気に最強の年賀状に近づいて。これで完成でいいね、もう。いや、でもほら、まだ次の石が巻き替えてる。今日6人の石だから。あ、なるほど、なるほど。これでもう若干完成した感じあるけど、じゃあこれからさらにレベルアップするっていうことなんです。いいじゃん、これ。さすがマルシア。だからちゃんとほっぺの丸残したら多分かわいいし、はい、あ、なるほど、じゃあさすがですね。はい、では4人目の絵師お願いします。はい、4人目の絵師はですね、はい、弟がいるんですけど、はいはい、ちょっとまあ実家に帰った時に手伝ってもらって描きました、はい、うんうん、なるほど、一応絵師なんです。なるほど、絵師、ね、プロじゃないから、描けば絵師だから、絵も描けば絵師だからの、うん、T 君です。 T 君に描いてもらいましたこちらになります。ちょっと待ってくれ、はい、さすが S 君の弟ですね、うん、急にさい, いや、待って、最強の年賀状になるはずだったんだよ。なんだろう、マルシアのから別に間違ってはいないんだよ、うん、
女の子がちゃんと上に乗ってる。なんか増えてんだよ。なんか豚増えたね。そう。木も増えた。カモイも生えちゃってるし。あ、そうだ、鳥がいるね。で、なんだろう、あんなに可愛かったお姉さんが急になんか。なんか色もちょっとなんかさ、なんかおばさんチックになっちゃったし。いや、てか、牛がなんかさ、でかいな。てか、牛かな、これ。しかもマジで2021消えたから。あ、消えたね。消えたで、ね、まあ豚増えたね。まあ豚増えたけど、ね。なんだろうこのドラえもんみたいな仕事。さすが S 君の弟。これはちょっと S 君並みの才能がある感じがしますね。今後に期待できますから。最強の年賀状になるはずが少し退化したんで。ちょっと今後また我がチャンネルに呼べる要素が増えましたね。これは本当に。なるほど、はい、ということでじゃあこれが4人目の絵師の作品ということで、はい、次、5人目の絵師お願いします。はい、5人目の絵師が、はい、またまた僕実はあの3人兄弟でして、もう1人弟がいるんです。ほいほい、の F 君に描いてます。 F 君、その下の弟、その下の弟の F 君が5人目の一応絵師で、まあ、こうなりました。なるほど、なんかちょっと可愛くなったね、牛すごく。そう、牛の目がちょっと可愛くなって、なんかこうまたでも要素が追加されてる。なんかね、 S 君の弟はもう自分の要素を足していくパターンなんだね。人もなんか明らかに、でも人も逆に言うと、なぜかここでまた新元母スタイルが復活してるんだよ。僕人間が跳ねてるっていう、増えてるし、うん、なんか富士山描いちゃってるし、うん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 、なんかいろいろ増えちゃったんだよね、要素がここでまた。なるほどね、うん、まあでもなんかちょっと牛だけが良くなって良かったっていう感じはちょっとしますけど ね、ただやっぱなんか2021がなくなってしまった。確かに俺はちょっと痛いんだよ、ね、あ、なるほどね、うん、確かにね、ちょ、年賀状っていう体だったから。なるほど、なるほどね。まあ、じゃあ、ということで、これが5人目の絵師 F 君の作品でした。はい、そして6人目の絵師なんですけども、はい、それはラストアンカーなので、私が担当しております。新本です、6人目の絵師は。6人目の絵師はプロですね、プロ絵師。ちなみに各工程もですね、一応録画してますので、なるほど、この録画の工程を一回皆さんにもぜひじゃあ見ていただいて、うん、6人目の絵師の私のイラストを紹介したいと思います。はい、じゃあ皆さん、僕はまだ知らないんです。はい、VTR 見てください。どうぞ。はい。はい、ということで、新本です。今回のね、企画を S 君に、説明されてですね、このイラストをもらったんですけども、私なりに年賀状の絵にしていきたいと思います。はい、では今の動画の後に完成したイラストを見せたいと思います。はい、では S 君含め6人の絵師を得てこうなりました。はい、じゃーん、うわすげえ。くんからもらった絵を見て、まず4人が背中に乗ってたので、なるほどね、で棒人間ね、万歳して乗ってたのかなと思って、棒人間、なるほど、みんな万歳させました。なるほど、すごい牛可愛かったから、私的にはこの可愛い要素を残そうと思って、おうおうおう、可愛くてこう巻き場を走る牛と豚みたいな。なるほど、で遠くに富士山、はいはいはい、で、鳥飛んでたけど、まあ、お正月だから、うん、うまく描けなかったんだけど鷹にしようと思って。なるほどね、で鷹にして 木があったから木に止まらせて、で手前になんかこうちょっと草みたいので、ナスこういう風になんないけど、まあ、お正月だから、うん、ナスもう1富士2鷹3ナスビよ。なるほど、やっぱ明けましておめでとう、はいはいはい、でこう模様でおめでとうなのかなって。なるほど、きっと模様でなんだろうなって。でまさかの F 君のイラストに隠れミッキーがいて、え、うん、ここにね、隠れミッキーがいたんですよ。それ、たまたまじゃねえ、それ。たまたま、うん、絶対これは F 君のね、心意気だと思う。なるほど。私は一応ここちょっとかけちゃったけど、隠れミッキーを残しました。ね、はいはい、うん。これはね、最強の年賀状になったわ、マジで。本当に？ただ、2021がないのがちょっと悲しい。そうだね。T 君になった時点で消えました。あの野郎、何消してやがんだって。ということで、じゃあ一回ちょっともう一回、皆さんの年賀状を並べてみてみたいと思います。はい、まず S 君の作品。です。はい、次、新本母の作品です。はい、次、マルシアの作品です。ここまで良かったんだよな、ここで。次、S 君の弟 T 君の作品です。なんであいつ2021消しなかったんだよ。そこ本当にそこじゃないと思うんだよね。これ牛なんかお尻がもっこりしてるのもはい、次、S 君の弟、F 君の作品です。はい、そして最後、私新本の作品です。で、今一連の流れこうなりました。
いやー、結構変わるもんですね。まあそうだね、うん、やっぱりさすが先生が最後に会ったおかげで、うん、最強の年賀状が完成したわ。じゃあこの説は確実ということで、6人の絵師を通せば、うん、いい年賀状になるっていう。いや、6人の絵師を通してもやっぱ最後は最後の人がプロにならないとダメだね。最後にプロ絵師を持ってくれば、逆に言うと何人通してもいける、うまくいく説。そう、最後にプロが入らない限りはこの検証失敗する。一回マルシアとあの私でピュッと上がってるってこと。だマルシアからの、T 君で一気に下がってるから、そこで多分検証失敗してくる。なるほどね。で最後がじゃあ、なるほど、今回の企画は最後がプロなら良くなるということが分かりました。そうですね、はい、はいはい、ということで、もしよかったら皆さんも、自分の描いたねイラストをですね、6人の絵師を通して最強の年賀状にしてみてください。はい、最後に誰を持ってくるかが重要ということです。最後新本先生に持ってくれば OK だから。はい、ということで今年も皆さんよろしくお願いします。はい、よろしかったら高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎人、エース君でした。バイバーイ。協力してくれた絵師の皆さん、ありがとう。ありがとうございました。全員プロでやりたい。確かにね。そしたら本当にやばいよね。変える必要がなくなっていっちゃうんだけどね。でも最強の最強の最強のやつができる。